愛媛のスゴ技、愛媛's Amazing Techniques。新居浜市の工業エリア、広大な敷地に拠点を構える錦電装株式会社、関連企業の西岡鉄工所の薄板加工のものづくりに電気設計および組み立て技術を融合させたものづくりで数々の実績を積み重ねています。2社のコラボを代表する製品が大型クレーン用電気室。これは主に造船所や大手製鉄所などで使われるものです。この電気室は最大で長さ10メートル、幅3メートル、高さ3メートルにも及ぶものがあります。薄板加工の西岡鉄工所が作った電気室に錦電装の制御盤を埋め込むことで電気室をはじめとした制御製品の製作を進めます。一貫生産体制での製作により低コスト・短納期でのものづくりが可能です。また改造などの急な変更が生じた場合にも迅速に対応することができます。西岡鉄工所と敷地を同じくする錦電装のオフィスではクレーンの制御盤製造技術を中心に各種産業機器の制御盤の製作、ソフトを含めた幅広い制御技術を有しています。設計から製作、最終検査に至るまで顧客と連携しながら設備の心臓部ともいえる制御部分の作り込みを行います。ハード設計からソフト開発まで、仕様書や運転法案をもとに顧客のニーズに応じた最適設計提案にはクライアントから大きな評価を得ています。錦電装の技術を支えるのが関連企業西岡鉄工所の最先端設備の数々。ファイバーレザー溶接機をはじめ、タレパンレーザー複合機、プレスブレーキなどが短時間、低コスト、高精度を実現しています。さらに全長8メートルの大型乾燥炉では大物の焼き付け塗装ばかりでなく粉体塗装にも対応しています。錦電装ではこれからも自社の技術力向上に合わせ他社との技術連携などを通じてさらなる設計部門の強化に取り組む予定です。グループで未来を制御する技術力、錦電装株式会社。